こんばんは、シュンパイロットキヨキヨです。今回は新しいフライトシム用のデバイスを取り上げていきます。ご紹介するのはこちら、韓国のフライトシム用デバイスメーカー PU エアコリアさんが販売している PUCDU-V2 です。こちらは PU エアコリアさんからご提供いただきました。マイクロソフトフライトシミュレーター2020 X プレーン、そして一部の機体は最新の2024でも使えるフルサイズの CDU です。どんな感じになっているか早速レビューしていきたいと思います。はじめに提供されたものを確認していきます。 CDU 本体、3種類のキーパッド、 CDU の画面を映すための HDMI ケーブル、これは長めのケーブルと L 字コネクタ、ディスプレイポートの変換ケーブルがついています。そして操作と電源を取るための USB Type-C ケーブル、 CDU を立たせるためのステーです。組み立て方はまず CDU 本体にキーパッドをかぶせます。CDU 本体の四隅に弱い磁石があるので簡単には外れない構造になっています。キーパッドは全部で5種類あり、エアバスで1種類、ボーイングで4種類となっています。今回提供されたものはそのうちの3種類です。すべてハンドメイドで作られており、一つ一つボタン配置とパネルカラーが異なっています。磁石が弱いので飛ばしたい機体に合わせてキーパッドを自由に変えられます。次にステーを横に開いてこんな感じに取り付けます。固定用の穴位置は全部で4箇所です。下側は CDU をステーに引っ掛けるような感じに取り付けます。上側はこのようなブラケットを差し込んで六角穴付きボルトで固定します。レンチはちゃんとついてくるので別途工具を用意する必要はありません。角度をつけるためのステーを後ろに引っ張ってそこにある穴に入れれば完成です。とっても簡単ですね。ボタンを押した時の音はこんな感じです。カタカタといい音が鳴ってくれます。押した時の感覚としてはノート PC のキーボードを少し固めにした感じです。入力に大きな力は必要ありません。パソコンとの接続は CDU 本体の裏に HDMI ケーブルと USB Type-C ケーブルをつなぎます。電源は USB 経由なので、ハブを使っている場合はコンセント付きのものを使う必要があります。パソコンと接続したら、本体横にある電源をオンにしてください。うまくいくとこんな感じに Windows の画面が表示されます。フライトシムと接続する場合、概要欄の URL から専用のアプリが入った ZIP ファイルをダウンロードします。ZIP ファイルを展開したら中にあるインストーラーをダブルクリックして専用のアプリをインストールします。マイクロソフトフライトシミュレーター2020と2024で使いたい場合、アプリのインストール先、今回の場合は C ドライブ PU エアコリアとなっていますが、こちらを開きます。この中にある PU エアコリアというフォルダーをマイクロソフトフライトシミュレーターのコミュニティフォルダーにドラッグ&ドロップしてください。これで準備完了です。フライトシムを起動したらデスクトップに PU コネクトというアプリがあるのでダブルクリックして起動します。アプリを起動するとこんな感じです。今回選んだフライトシムはマイクロソフトフライトシミュレーター2024です。この場合イニビルズ製の A320 ネオA321LR
フェニックス、フライバイワイヤー A32NX で PUCDU-V2 が使えます。2020とエクスプレーンでの機体対応一覧は以下の通りです。 PMDG737 から777と幅広い機体に対応しています。今回はフェニックス A320 を空港にスポーンさせてみました。アプリを確認すると機体が自動認識されているのがわかります。この時に上の2つの文字がグリーンになっていて、プルダウンが選んだ機体になっていることを確認しておきます。右オルトキーを押しながら左クリックで MCDU 画面をポップアップさせます。アプリの SPA を押して小さなウィンドウ内にあるエクセキュートを押します。 MCDU 画面が PUCDU-V2 に移動しました。この状態でバッテリーをオンにすると MCDU が使えるようになります。仙台空港から大阪国際空港までのルートを入力しています。 SIM 画面と CDU で特に入力ラグはなく、画面は同期しています。表示される文字は SIM と比べると若干横に伸びている感じです。ただ入力に支障が出るレベルではありませんでした。ホームコックピットを目指している方にはマストアイテムかもしれません。 E-PAD の文字はこのダイヤルを回すことで光ります。周りを暗くした場合こんな感じです。この PUCDU-V2 のいいところはボタンを押す感覚が得られる点です。タブレットでお手軽に CDU を表示できる時代になりましたが、 Boeing737MAX10 を除き現実ではまだ物理キーボードが主流です。一つ一つ丁寧に打ち込む感覚は PUCDU-V2 のような CDU でないと味わえないと思います。2つ目はフルサイズの CDU なので所有感を満たせるという点です。 CDU 本体はいいものなんですが、回転してほしいところとしては USB の L 字コネクタの追加です。 HDMI ケーブルにはあるのに USB にはそれがありません。なので CDU を傾けると USB のコネクタに無理な力がかかる感じになります。 Type-C の接続部は変形したり、最悪の場合ケーブルが断線する可能性があるので、こういう感じにしたい場合は L 字のケーブルがあった方がいいと感じました。今回は家にたまたまあった L 字ケーブルでなんとかできました。ここまで PUCDU-V2 をご紹介してきましたが、そろそろお値段が気になってくると思います。PUCDU-V2 のお値段は動画投稿時点で$349.99、日本円で約$52,600です。このお値段に別途送料が加算されます。もしこの PUCDU-V2 を購入する場合、好きなキーパッドが1つ無料でついてきます。なのでこういう黒いボックスではなく、しっかりキーパッドがついた状態で送られてきます。ちなみにキーパッドは単品購入で1枚 $119.99、 日本円で約18,000円ですが、PUCDU-V2 と同時に購入する場合、1枚 $99.99、 15,000円で購入することができます。概要欄にある購入サイトを開いたら、無料でつけてほしい CDU を選びます。そしてもしお金に余裕があれば、追加で欲しいキーパッドにチェックを入れてください。一つ一つハンドメイドなので価格は高めとなっています。ただメーカーさんによると発送が遅れるくらいの人気の商品なんだそうです。届くまでに長い時間がかかってしまうお詫びとして、こんな感じのフライトペーパーという EU エアコリアさんオリジナルの紙が購入者に送られてきます。これは管制官の指示や発着空港などを記入するための紙です。
バットシブなどを利用している場合活用できると思います。 PU エアコリアさんの PU-CDU V2 をご紹介しました。しっかりとした作りを持つ CDU でホームコックピットを目指す方におすすめです。気になった方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。